は公共アール不動産の菊池まりえです。新年祭の始まりに合わせて公共アール不動産初の試みで動画を使ってみることにいたしました。こちらの動画、位置づけとしてはこれから公共アール不動産というメディアで始まる新年祭クリエイティブな公共発注について考えてみたというもののイントロ動画になっております。折しもコロナで、動画配信というのが盛り上がっているわけなんですけれども、公共ある不動産としては実はコロナ前から動画を企画しておりました。その理由は2点ありまして、1つはメンバー紹介、もう1つはテーマ紹介をさせていただくというものです。でまずメンバーについてなんですが、この連載を始めることになった経緯として PPP 妄想研という研究会があります。この画面に映っているメンバーの皆さんです。こちらの、専門家実務家の皆さんにお声掛けして、公共、込み連携にまつわるさまざまな課題とかモヤモヤなどを持ち寄って、ここ1年ほど月1ペースぐらいでゆるーく、研究会を続けてきたわけなんですけれども、なかなかいい議論ができてまいりまして、これはぜひ世の中の皆さんにも共有したいと、より多くの方にご意見を伺ってみたいという話になって、この度、研究会での議論でを研究会での議論を、このコラムにまとめてみることとなりました。しかしいかんせんコラムですと活字発信となってしまうので、この個性豊かなメンバーのキャラが引いてしまうのはもったいないということで、動画でまずはこの研究会のメンバーを知っていただきたいというのが一番の理由です。続いて2点目なんですが、このコラムのテーマですね、公共発注というものなんですけれど、非常にマニアックな分野なので、そもそもそれどういう意味なのとか、どんな内容のことを話しているのっていうのをざっくり、動画で紹介してから読んでいただければと思っています。というわけでこの動画の構成なんですが、この妄想研コラムを始めるに至った社会的背景だとか課題意識というのをざっと私から、お話しさせていただいて、その後メンバーの皆さんから自己紹介を兼ねて、この妄想研に参加してくださったモチベーションとか、研究会の面白さなどなどを一人、5分程度でお話しいただくという形で進めてまいりたいと思います。それでは早速、メンバー紹介に先立ちまして、大枠としてこの研究会がなぜ発足し何を目指しているかというお話を私から少ししたいと思います。まず、背景なんですが、現在皆さんがご覧になっている、公共アール不動産というサイトは、ご覧の通り全国の自治体で、空き家化してしまって、誰かの活用を、求めている物件とそれを使いたい民間、使いたい人をマッチングするサイトです。このサイトが誕生した背景とも重なるわけなんですけれども、戦後一気に、整備された公共施設は老朽化を迎えていて、さらに地方では人口減少が顕著になって、古くて使われなくなった建物というのが日本中に今増えています。その数、例えば足元14、5年で6000戸の廃校が、出ているほどと言われています。今までもすでに、公共施設という分野について言えば、規制緩和や公民連携という流れの中で、さまざまな行政の仕事が民間企業に、外注されてきました。代表的なものが、PFI プライベートファイナンスイニシアティブと言われるものだったり、公共施設を整備するのに、行政が工程ごとに、別々に発注するよりは民間企業が一気通貫して建てて上まで知ってしまった方が効率がいいので、まるっとお任せするというような形態ですね。それから、指定管理者制度、こちらは公共施設の管理運営部分を、行政が民間に外注するような形のことを言います。皆さんにも身近な図書館とか公園の管理とかによく使われている形態で、専門的なスキルのある会社にお願いしてしまった方が、行政が直接運営するよりも安くてクオリティが高いような場合に使われているような契約の方です。これはあくまでも行政が担う仕事を民間に効率よくこなしてもらうという意味では、効率的な公共事業みたいなものなんですね。他方、現在公共ある不動産やこの妄想研で私たちが使っている公共施設の空き家問題というのは、少しそれとは種類が異なっています。空いてきた行政の建物を民間に貸したり売ったりして、それを行政の仕事のためではなくて、民間企業が自分たちの事業のためにホテルだとかシェアオフィスだとか多いんですけれども、そういうものをリノベーションして使ってビジネスしていようという部類のものです。つまりはほとんど民間不動産と同じような扱いで、行政は不動産オーナーで民間が賃料を支払うというような形です。こちらはそれなので公共事業というよりはほぼ民間事業という、
性格のものです。後者のタイプについては現在日本が直面している比較的新しい社会状況の中で増えてきているパターンです。その社会状況というのは冒頭申し上げたような公共施設の老朽化、市町村合併での施設のダブつきだったり人口減少というものですが、その中でガンガンこう施設が余ってきているので民間に少しでも使ってもらおうという状況ですね。ただこの異なる、2つのタイプ、公共事業タイプも民間事業タイプも、公民連携という、ややバズワード化しているものの中で今一緒くたに語られてしまっています。それ何が困るのかというと、その後発の空き家タイプというか民間事業タイプというものの方については制度的にやや見過ごされてしまっているというか、ルールがあまり整備されていない状況になってしまっています。さらに公共不動産については複数の省庁が別々のルールや権限を持ってまして、ちょっとごったに状態になっています。例えば先ほどの、触れた PFI など規制緩和に関するものっていうのは、内閣府管轄していて、公共施設っていうのは各市町村が多く持っているので、それを管轄するのは総務省だったり、空き家対策、それから公園とか道路、河川など公共空間を多く扱うのは国交省、あと物量にしてものすごく多い、廃校ですね、学校を管轄するのは文科省ということで、それぞれ持つルールが、違っていて、それをなんとかこう今の状況に応用して使っているということという意味では、整合性がかなり取れていない混乱した状態に、あるというのが現状です。とはいえですよ、ルールが緩いということは悪いことばかりでもなくって、自由度が高いという言い方もできると思います。なので今面白いことがしやすい状況でもありまして、例えば広島県保有の倉庫を使った尾道流通とか、手前味噌ですけれども、静岡県沼津市にあるもともと少年自然の、研修施設ですよね、をリノベーションしたインザパークなどなど、もっと公共施設とは思えないような、クリエイティブな事例も今増えてきています。でこんな素敵な事例をですね、もっと日本中に増やしたいと、そのためにはどんなプロセスで行政から民間に発注すればいいんだろうかというのを整理するのがこの研究会の、メインテーマとなっています。で、現在このルール整備が遅れていると今まで申し上げてきた中で、どういう自治体がじゃあクリエイティブな発注ができているかというと、ここにあるようにやる気と気概がある自治体、制度的にグレーでリスクはあるけれどもえいやという感じで頑張っている自治体が、面白いことができているという、やや俗人的精神的な解決策に頼る構造となっています。グレーであれば踏み込まない最たる人種で、あられる公務員の皆さんが、もっとごく普通に誰でも気概はなくてもやる気さえあれば公共不動産というものの活用に取り組めるように、グレーな点をブラックなのかホワイトなのか、課題の整理をしていくことで皆さんが取り組みやすい状況というのを、作っていくのが研究会の目指すところであり、今後プラムで明らかにしていこうとしている点です。原則守らなければ、ならない基本のルールっていうのが分かれば、そこからどこからジャンプしてクリエイティビティを発揮していいのかっていう部分も分かるだろうと、いうことです。公共発注という、本気でおそらく研究し始めたらものすごい、沼のような深い世界があるんだと思うんですけれども、私たちの目線としてはあくまでどうやったら実現できるかという実践につなげていける部分に、フォーカスをして話していこうというのもこの研究会の特徴になっています。ということで、最後にですね、具体的にこれまで1年間、研究会で議論してきたテーマをちょっとちら見せいたします。これが今後のコラムのタイトルとなっていくようなものだとお考えいただければと思います。今日お話しした、そもそも論的なところから、事例の分析だとか発注フローの見直し、あとはテクニカルに、面ですけどコンペの審査員ってどういう人がいたらいいのとか、コンペを介さずに直接契約するっていうのは無理なのとか、あとは研究会でまだまだ検討中ですが、あるべき第三セクター論みたいなところについても今話を進めているところだったりします。はい、ということで前置きがかなり長くなってしまったんですが、いよいよメンバー紹介に入りたいと思います。それでは
ここからは株式会社オープンエー代表、コキュアル不動産発起人でもあります馬場正隆さんをコメンテーターにお迎えしてお送りいたします。いいですか？はい、コキュアル不動産それからオープンエーの馬場です。この連載本当に楽しみにしていました。ありそうでなかったというか、社会が必要としているけれども今までちゃんとディスカッションされてなかった内容なんじゃないかと。専門家の間ではあったかもしれないけど、これがこうやってオープンな場でっていうのは本当に少なかったような気がします。なぜかというと、発注、行政からの発注っていう行為はすごいやっぱデリケートな、ことでもあるので、話しにくかったっていうこともあったような気がします。で、今回これだけの専門家プロフェッショナルが集まってこれを話すような機会ができたのは本当に大きいと思ってて、で、僕もそのオープンエーっていう設計事務所をやっている目からすると、そのどういう応募要項だったりするかによって、すごくコミットしやすかったり、この応募要項の意図は何なんだろうってわからないことがあったり、すごくクオリティの高い応募要項もあれば、何だろうっていうのも正直あるんですよね。これどっかのコピペなんじゃないみたいなことすら、まあ、あって、で、要するに、参加する民間企業として、その発注の裏舞台はどうなってるんだろうっていうのはモヤモヤしてた時期がすごく大きかったです。そういう人もものすごく多いというふうに思います。数字だけど入札の場合はクリアなのかもしれませんが、特にクリエイティブが伴う、発注プロポーザルとかの場合は、まあ、実はプロジェクトの質感や製品の半分ぐらいは公募要項がクリエイティブに作られてるかどうかに、想像力を働かせてそれが作られているどうかにかかってんじゃないかと思うようなことも、あったんですよね。で、公共 R 不動産を始めたら、逆に自治体さんと一緒に、いろんな人が参加できて面白い発想がどんどん集まるような公募を一緒に作りましょうっていう相談を、作ってくださいという相談を受けるようになりました。そうすると逆にこう公募作る側に回ることもあったんですよね。そしたら、あ、こういうふうになってたのかっていうふうに、まあ、分かるんですけれども、逆に応募要項を作る側も結構暗中模索だったり、して、なんか決まった何かがあるわけでもなくて、やっぱりこう、応募要項、公募要項を作る側のクリエイティビティがものすごく要求されてる、逆にこっちものすごく重要なんじゃないっていうのを両面から見ることができました。今回このコラム、今回のディスカッション、今回のメンバーはその両方にいたり、それをチェックしたりっていうような、表も裏も、知ってる人たちが集まっている会話で、これが本当にフラットの場で公開で話されるって初めてなんじゃないかなというふうに、まあ、思っています。まあ、そういう目線から、まあ、ちょっと手前見せたけど画期的なフォーマットなんじゃないかというふうに、まあ、思ってて、これを企画して、そして参加していただいている皆さんに本当に感謝したいというふうに思います。まあ、これから始まる、会をめちゃくちゃ楽しみにしたいと思います。はい、では、ここからメンバー紹介に移っていきたいと思います。ではまずトップバッターでお話しいただきますのが、元国土交通政策研究所所長の佐々木翔司さんです。佐々木さんは元国交省で法律を作る側にいらっしゃっただけではなくて、その制度についての解説本も2冊ですかね、出されてまして、都市計画関係の制度の昇進証明のエキスパートでいらっしゃいます。現在セミコロンという会社に籍を置かれていまして、さまざまな分野の官民連携案件でパートナーの方々と組まれて、その知識を惜しみなく注ぎ込みながら、なぜダメなのかではなくてどうやったらできるかというアドバイスをひたすらされているということです。その中で現場では面白い事業者さんがたくさんいて、新しい取り組みが増えているんだけれども、なかなか、制度面が整って追いついていないというのが、佐々木さんの課題意識ということで、まあ、公共ある不動産にそれを相談に、ある日来てくださいまして、研究会が発足するに至ったという意味では研究会生みの親的な存在でございます。それでは、佐々木さんからお話をお願いします。はい、よろしくお願いします。佐々木です。1ページ目のスライドで若干自己紹介書いてありますけど、この、私、都市計画をずっと長くやっていたり、まあ、阪神淡路とか東日本大震災で防災とか復興の話をやっていたんですけども、やっぱりなんとなくこう、各家相応なところがあって、
なんかやっぱりお金にまつわる話とかビジネスの話がすごく弱いし、まあ、そこがないとやっぱり社会貢献でうまくいかないんじゃないかなということで、この丸のビジネスによる社会貢献みたいなものをまあテーマにしていました。で、3年前に退職をしまして、で、千代田3331をやっておられる清水良さんに、紹介をいただいて、まあ、先ほどありましたセミコロのパートナーにもなって、まあ、公民連携事業とか、まあ、こうお金とか企業とかビジネスマインドによって社会貢献ってもっとできるんじゃないかということで、いろんな今日これからお話しいただくような企業マインド、経営マインドを持っている人と一緒にいろんな仕事をしています。で、菊池さんからお話ありましたけど、まあ、役所辞めてから公的不動産の話をいろいろ、選定したり、首長さんとか話してるんですけども、いろいろまあネックっていうのがやっぱありそうな気がしまして、その一番のネックは何なのかなということで、実は契約の問題が大きいんじゃないかなというふうに思いました。で、これなんかボトルネックっていうよりは、実際に国の方って結構指定管理者とか公園の PFI とか道路の専用とかいろんなことをやっていて、で、別途自治体の方も維持管理費もないし公共施設再編とかやってるんだけど、なかなか現実がうまくいかないっていうのは、実はこの契約制度ってネックなんじゃないかなっていうふうにちょっと思い出しました。で、契約制度って実はあまり国の方も問題意識がない。例外は公園のガイドラインって書いてありますけど、公園の PFI とか公園の設置管理許可っていうのは、まあ、公園法の世界なんで、まあ、一緒に私の同期で今 OB になってますけども、公園緑地課長の町田さんとかが、まあ、一生懸命動いて公園の、まあ、発注の手続きみたいなガイドラインを作ってるんですけど、それ以外の部分っていうのは実はまあ、道路局もそうだし、まあ、その他のまあ、学校とか普通の、廃校した後になっちゃうと地方自治庁の世界になっちゃうんですけど、まあ旧総務自治庁の方も全然関心がないっていうことで、この辺の制度はちゃんとこう交通整理されてないっていうのが大きいんじゃないかなということを思いました。で、これやっぱり公共のノウハウと、まあ、菊池さんとか公共あるの持っている現場のニーズを合わせると解決策があるんじゃないかなということを提案をしました。で、まあ、あまりネタバラシになっちゃうんですけども、とりあえず今まで議論している話は公的不動産の活用の中でもやっぱり2種類あって、直接民間企業に行く場合はこれはプロポーザルで選定をすると、まあ、ある程度競争的なことをやると。で、もう一つはまあ、ね、芝の小川路でやってるみたいな、まあ、エージェント系のやつ、これは まあ、基本的に昔の言葉で言うと三席なんで随意契約っていう形になると思うんですけども、まあ、この随意契約の先のところにいろいろうまくやるっていう前に、プロポーザルっていうのをもう少し合理化できるし、民間企業の方が入りやすい契約の仕組みってあるんじゃないかなというふうに思っていろんな議論をしてきました。で、細かな話っていうのはこの、後にいろんな公共あるのブログとかで書かれると思うんですけども、やっぱりプレイヤーをちゃんと抑えることが大事だなっていうふうに、議論してと思いました。例えば自治体の背景にやっぱり議会もあって予算とか債務負担声もありますし、住民とのトラブルを避けたいっていう自治体職員の立場もある。で、民間も一口で民間って言っても、まあ、構想設計するような部分と維持管理っていうようなソフト部分と、実は建設会社みたいなすごく大きな投資をするような主体の関係があると。で、この辺の関係とか力関係をよく抑えて契約制度って考える必要があるんじゃないかなというふうに思って議論してきました。で、例えばこう使用書自体についても民間事業者が安心してできるようなものをするとか、それから発注する中身、についても、まあ、構想計画段階、建築事業、運営維持っていう、まあ、どういうふうに組み合わせるかっていうのを民間企業が出しやすい形にする必要があると。で、まあ、大きな方向としてはできるだけ民間事業者の方がまとめてやるっていう方向が大事なんですけども、まあ、ハード整備は大きいものには工夫が必要なんじゃないかなみたいな議論をしています。で、まあ触りとしては、例えばこうリノベーション的なものっていうのは、ここの維持管理と構想設計がでかくて建築部がすごくちっちゃいと。で、自治体側もまあ金はあんまり使わないので、この背景の部分がすごくちっちゃい部分についてはできるだけこう民間事業者にまとめてお願いする部分が大事だと思います。で、別途その建築が大きいような部分、大きなハードを作るような場合にはこの、もう少し工夫したやり方が必要で、
例えばこの構想設計段階と運営維持管理をまとめてやって建築は別に扱うみたいな仕組みもあってもいいんじゃないかなというような議論をしていってます。まあ、今後この具体的な中身についてあの皆さんといろんな情報を共有できたらいいなというふうに思います。以上です。佐々木さん、ありがとうございます。あの今回は本当にこんな機会を作っていただいてありがとうございます。 ある日突然佐々木さんから連絡があって、実は発注についての問題意識がある、それをちょっと掘り下げて一緒に見ないかっていうふうに誘っていただいて、まあ、僕らは結構テンション上がったんです。あの僕らがなんとなくモヤモヤと思っていた問題意識を逆に国土交通省、まあ、国の中枢にいた方から逆にズバッとこっちに来られてしまって、あ、語っていいんだっていうふうに思ったっていうのが正直なスタートなんですが、やっぱり佐々木さんもその国の国土交通省とかそこの研究のプロセスの中とか実務のプロセスの中でここにやっぱり大きな問題意識を持たれていた、これ佐々木さんだけが持たれていたのか、それとも国交省全体として国全体として持っているのか、どの程度の問題意識のレベルなんですかね。やっぱりあの契約の問題って私すごく難しいなと思ったら、実はあの、災害復興の関係で、こう急にいっぱいあの、調査設計を発表しなきゃいけないとかっていうなった時に結構トラブったんですね。で逆に言うとそういうことに直面しないと、まあ、あの粛々と、まあ、なんて役所の中で、国の役所の中で言うと、まあ、あのベテランの人が粛々とやるような世界の話だったり、もしくは自治体がなんていうか補助金申請をして執行する裏でやる作業なので、あんまり問題意識があの蓄積されてないんだと思うんですね。だけど結局このさっきの絵に描いたんですけど、問題意識はないんだけど実は契約をしない限りものはできないので、ここのところが国の方で問題意識は少ないんだけど、実はこういう国がやりたいって言ったことの結構デックになってんじゃないかなというふうに思ったということで、まあ、そういう意味では国の役員の方で問題意識を喚起するっていうのはあのこれからまだ相当必要なんじゃないかなというふうに思います。特に、まあ、あの普通財産のことになると旧自治省の行政局とかあの自治財政局になっちゃうんですけど、この辺はほとんど関心がないと思うんで、その辺が、まあ、あのこれからの課題だなと思いますね。いや、ありがとうございます。実は本当先ほど述べたその公募要項も要項もそうなんですけども、契約書っていうのが実はすごい重要で、本当は民間と行政をつなぐ最大の約束ごと、もしかして、まあ制限でもあり、こうつなぐ役割をするのが契約書だったりすると思うんですが、なんとなくそれがフォーマット化されていて柔軟性に欠ける。本当は契約って両者の会話によって調整によって成り立つんですが、一方的にドンってくるっていうのが多いなっていう印象があったんです。で民間側もアプリよりにそれはもう降ってくるもんだと思ってる。でも冷静に考えるとそれって、まあ、おかしくて、行政からも民間からも相互に知恵を持ち出しながら、やっぱクリエイティブな契約書がクリエイティブな業務プロジェクトを生むというふうに、まあ、ぼんやり思っていたので、逆に国の方からも何だろうな、潜在的な問題をこうやって佐々木さんが顕在化していただけることによって、なんか何かに火がついてくれればなというふうに、まあ、改めて思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では次に、妄想圏内で最も現場に近いメンバーであるオープンウェイの加藤雄一くんからお話をしてもらおうと思います。加藤くんは大学院時代から建築学科でありながら、公共発注の分野に非常に強い興味を持っていたそうで、被災地の自治体に出向のような形で、入り込んで研究をしていたという生粋の発注オタクであります。現在はその経験を生かして設計事務所オープンウェイの職員として公共施設のリノベーションのコンセプトメイクから設計運営者との調整まで、川上から川下まで、まあ、行政の方と議論をしながらクリエイティブな案件をなんとか実現させようと現場で奮闘されています。それでは加藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。加藤です。私は今ご紹介いただいたように、オープンウェイと公共不動産両方に、所属しているので、まあ、時には事業の募集要項を作ったりすることもあれば、現場で設計をしたり、または運営に関わることもあるんですけども、まあ、その一連の流れで感じる課題があります。で、それが、まあ、簡単に言うと運営者が使いにくい箱物ができる問題っていうところで、
まあ、これ設計側に問題があるときもあるんですけども、やっぱり原因の一つに発注の仕組みがあるんじゃないかっていうのが、研究会に参加した動機です。で、ちょっと具体的に今日話せばと思うんですけども、これまで一般的に使われてきた、まあ、分離発注っていうのは、まあ、図の通り、基本構想、計画、設計、工事、運営っていう、まあ、別々に発注するので、少なくとも4社、業者が発生してしまって、まあ、その段階ごとチェック機能働いたり、その予算とか予見を段階的に決められるんで、いいところももちろんあるんですけども、まあ、一方で、その設計段階で後戻りがあったりとか、運営段階になってやっぱり使いにくいねみたいなことが結構ありまして、問題があるなっていうことを感じています。で、一括発注っていう、まあ、その業者をくっつける方法として結構いろいろな試行錯誤がされていて、まあ、図のように一括発注の仕組みがいろいろあるんですけども、基本的には設計と工事を軸にした考え方になっていて、あんまり運営に目がいってないんですね。で、その辺をもう少し考えたいなと思っています。で、いろいろ事例を見たんですけども、実は我々が関わってる身近な事例で意外に運営を見据えた新しい手法があるなと思いまして、この辺をなんか特殊事例っていう感じで中に留めておくんじゃなくて、これを一般化して、まあ、みんなが使えるような状態になったらいいなっていうのが、今話しているところです。で、今日具体的に3つ事例をご紹介したいんですけども、1つは、基本計画と設計が一緒だった事例ですね。で、これは、江北町みんなの公園という事例で、大きい広場と、交流施設の新設する事業だったんですけども、町が、計画にするにあたって事業内容も踏まえた基本計画を募集しました。で、設計はまあ別で公募されたんですけども、同じ事業者、我々が受託しまして、結果的にその計画 と、設計が連関して積み上げができたので、運営事業者と早めに調整ができて、運営の時に齟齬がない建築を作ることができたという事例です。はい、で、2つ目は、佐賀古湯キャンプという、廃校合宿所に、リノベーションした事例なんですけども、こちらは、基本計画と設計と運営がセットという結構珍しい事例になっています。で、これは市が事業を検討する際に、やっぱり運営手法が決まらない中で、設計って難しいんじゃないかという判断をしまして、設計と運営の共同事業を募集するというプロポーザルが行われて受託した事例です。で、これによってやっぱり運営側は、利用イメージを事前に共有できるし、設計側も、運営を見据えた設計ができたという事例になっています。はい、で、3つ目が、泊まれる公園、インザパークということで、これは先ほども少し冒頭にありましたけども、使われてない少年自然の家を宿泊施設に改修した事例です。これはサウンディング調査で、まあ、事前に、事業の実施を前提とした民間のニーズを確かめた後で、事業公募を行われました。で、弊社含む事業体が、設計、工事、運営を担ったんですけども、これでは民間のノウハウを、まあ、企画から運営まで生かすことができたので、なかなかこう活用が難しい事業を、まあ、事業性の高い施設として活用できたっていう事例です。はい、で、こんな感じで、意外に面白い発注の仕組みっていうのはなんかこう周りに転がっているんですけども、これがなかなかこの一般化されてないなっていう印象があって、やっぱり公民連携っていうとどうしても大きい PFI とかちょっとやりにくいイメージがすごい強いなっていうところがあって、その辺をまあ施設の状況とか規模によってふさわしい発注方法がまあ、あるんじゃないかっていうところで、例えばさっきご説明した一括発注もありますし、設計と運営をくっつけるっていう発注の方法もあるかもしれないし、その辺をなんか特殊事例っていう感じじゃなくて一般化して、まあ、みんなが使えるように、まあ、構造化していきたいっていうのが、今やっているところです。はい、以上です。ありがとうございます。加藤君はかつてその震災後東北大学からの出向という形で被災地自治体に出向して、いわゆる発注側の風景を見てきたと思うんだけども、その後にオープンエアに入って逆に民間側ですね、それを受注するプロポーザーに出すみたいな実行する側にこういて、要するに両方の、立場を経験しているですよね、このメンバーの中では。だからその、まあ、その両方を見た中で、その
行政側にいた頃のジレンマとか問題意識、そして逆に民間企業に来た時の気づきとか、逆に民間側からの問題意識みたいな、両方を見比べた時にこうどんなところにジレンマとかポイントを感じたりしてるのかっていうの頭出しをちょっとしといてもらえればなと思うんですが、はい、被災自治体の、復興事業を支援してた時はやっぱりその入っている段階が組織を作ったりプロセスを作ったりする段階だったんですね、うん、でそこで見えてきたのはやっぱりいい空間を作るにはその事前のデザインですね、条件設定とかプロセス体制っていうのを作ることがすごい大事だなと思ったんですけども、こうやっぱり実際に民間事業者、まあ、プレイヤーとして働く中で例えば設計側として本当にやる気がある運営事業者、責任を持ってやってくれる事業者とつながるまでしっかりやらないと、その計画とか設計がそこでストップというか、そのいい流れが止まってしまうっていう、実感がありまして、まあ、今全国でそのサウンディング調査とか結構流行りになってきていて、まあ、いろんな事業者にヒアリングはするんですけども、本当に責任を持ってやってくれる方と話さないと、なかなかそれが余剰件にすらならないなっていうところが結構課題意識ではありますね。そうですね。建築設計、今までは設計して渡して終わりっていう意識が強かったけど、まあ、こういう仕事を始めてからはそれがどう使われているかっていうことに対しても責任を持たなければいけないし、逆に責任を持ってくれる事業者をどう発見して行政とつなげることができるか、現場とつなげることができるかの重要性を、まあ、どんどんひしひしとね感じています。だから運営と設計が本当に一連通貫になっておくべきなんですが、日本の発注システムっていうのはなかなかそれが今まで柔軟にできなかったっていう問題意識を、まあ、現場から感じるところですね。はい、ありがとうございます。じゃあ現場からの声をしっかり上げてください。はい、ありがとうございました。はい、それでは、お三方目は寺澤博樹さんです。寺澤さんはもともと千葉県の流山市の職員さんで、東京アル不動産とはその時代から、お付き合いをさせていただいておりました。流山市はですね、民間提案制度という行政が、この事業をやりませんかって募集するのではなくて、民間の側から、自由にプロジェクト提案を、受けて、行政負担なく、まあ、実現できそうなものだったらどんどん、が実現していくという画期的な、制度の日本で先駆けとなった、自治体なんですけれども、まさにその制度を作られたご担当者でいらっしゃいました。退職後はその活躍の幅を広げられて、もっと民間の良いアイデアをたくさん行政経営に生かしていくためにこうしたらいいよということで、いろいろな体制や制度を日本中の自治体さんに、飛び回ってご指導されていらっしゃいます。たくさんの現場経験をお持ちなので、研究会でもこうすればできるというアイデアと事例をもうたくさん、泉のように、披露してくださってとても助かっています。それでは、北澤さんからお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、まあ、僕がここ関わらせていただいてですね、すごくこう、まあ、発注方式いろいろ問題あるなっていうことがあるので、要は今までのですね、発注方式って上にあるように、とにかくこう、例えばここにこう公民館欲しいなって言ったら、その時に使える補助金交付金なんだって言って、それをじゃあ従来型であるか PFI であるかみたいな、そういう非常にこう無機質で二次元のことばっかりやってきたので、要は箱作った瞬間が終わりになってきちゃったというのが要は上の考え方で、それをやっぱ変えていくために何かって言ったら、何が足りないって言ったら、やっぱり今までこうビジョンだとかコンテンツをそれぞれのこうプロジェクトごとにきちんと作ってこなかったというのが非常に大きな問題だったなというふうに感じてですね、要はこう文化芸術の振興とかそういう曖昧な言葉じゃなくて、それが日本舞踊でもハードロックでも何でもいいけど、それをきちんと作って、それを実現するのに誰が何をどういう趣旨でやっていくのかみたいなことを、これを先につけておけば、でその後いろんなこう政治的な条件だとか物理的な要素ですね、そういうものを整理していったら、きっと手法なんか後からおのずとついてくるだろうというふうには思ってたんですよ。で実際に富山市のもちょっと PPP の委員会入らせていただいたのでですね、そこの中でですね、この富山の城址公園、すごい一等地にあるんですけど、もう昼以降が夜以降が全然人がいないという中で、彼らはここにまたパーク PFI を使って、まあ、中にカフェとかを入れたら、
なんかこういいんじゃないかみたいな程度ので、また何十億円もかけますみたいなことだったので、いやそうじゃなくて、この城址公園に圧倒的に足りてないのはコンテンツなんだから、それこそあの R 不動産の皆さんが考えられたちょっとトライアルサウンディングからやり直そうよって言って、まあ、実際にですね、こう写真にあるようにこうやって中で熱気球を上げてもらったりだとか、夜いないんだったらここちゃんとライトアップして、でそれを城址公園のあのこの天守閣から眺めれるようにだとか、あるいは周りのところでこうお酒が飲めたりだとか、こんなことからやったらどうなのって言ってやったら、やっぱりこの非常にこう日常的な空間がここの中で生まれてくるということが分かったと。であれば今度これが日常的にできるような仕掛けだけ考えていけば、きっとこの城址公園の再生ってできるんじゃないかなっていうこと。そしてあの沖縄県の南城市、ここも今関わらせていただいてるんですけど、ここはあの沖縄の南東部にあって非常にこう自然環境とかも豊かで、あの、まあ、ウェルネスということを考え、あの町のテーマにしている町なんですけど、ここの中でもですね、今までだったらこういうふうに大きく庁舎作りすぎちゃったら空いちゃって困ったなみたいな世界なんですけど、彼らもここで何をやったかというと、まあ、まずじゃったらこれもトライアルサウンディングからやり直そうということでですね、実際に今ここあの朝早朝ヨガをやったり、あの隣町からこうカレーを売りに来たり、あるいは昼休みに整体をやったりとかでですね、要は町とこう箱物をこうつなぐような仕掛けがですね、この中でだんだんできてきているとなったら、で今この隣にあのバスセンターの計画とかもあるんですけど、ここでこういうコンテンツが今成り立つということが見える、あるいは何が成り立って何がいらないみたいなことが見えてきたら、じゃあバスセンターって何が必要なのかみたいなことにもきっとつながるし、この南城市にとってウェルネスっていうのが誰が実現できる人がいるのみたいなことも見えるんじゃないかなということですね。でそして、さっきもちょっと紹介いただいたように、もう一個は茨城県の常総市で、ここもお手伝いさせていただいてますけど、まあ、ここでもですね、自分たちの持っている箱物、そして9つの有給資産のいずれかを使ってできること、何でもいいから提案してくださいという、この随意契約を保障した提案制度、これをですね、やり始めてですね、で、まあ、ここの町もお金ないので、条件はたった一つですね。新しい市の財政負担がかからないような提案を出してくださいという中で、この時8件、提案があったんですけど、全部採用して、それを今事業化に向けてやっていると。で、その中の一つはですね、乳酸菌の活用なんですよ。箱物なんか全く関係ないですし、何をやるかも全く決まってないのに、でも面白いから取っちゃうと。この先僕もこれまだどうなるか知らないですけど、このようなことがあって、今の時代やろうと思えばきっとできるわけだし、行政、あの意外といろんなこと決まってるようで、自由にやろうと思えばできるんだなと。で、最後はこの別府のあのエール飯ですよね。今全国あっちこちでやり始めてますけど、やっぱここももう一個この発注方針考えることと合わせて、もう一個大事なのが、やっぱりね、首長の姿勢だろうなっていう。で別府市もこれやっぱ市長さんが頭に出てるから、やっぱりこのエール飯ってすごくこうあの圧倒的な存在力を持ってますけど、他の町のこの劣化コピーと別府市のこのパワーの差、こういうようなことも、まあ、発注方針考えていく上で非常に大事なことなんじゃないかなって。だからあの仕組みも大事なんだけど、やっぱあのビジョンだとかと、あとやる気、この辺をやっぱ大事にしてほしいなということです。はい、以上です。ありがとうございます。もう寺澤さんとはその流れ山時代からずいぶん長いこう知り合いになってる感じもするんですけれども、あのじゃあ寺澤さんはその民間提案者制度のようなものを日本で、まあ、初めてに近いことをしてて、まあ、ムーブメント化し、まあ、それから、なんと退職してそのノウハウを伝えて、で僕一緒にいろなんか困ったら、これ本当にこのプロジェクト、このスキーム実現できるのかなとか、行政的にこれってありえんのかなって分からなくなったら、とりあえず 僕らは寺澤さんに聞くっていうことになっていて、であらゆる可能性を検証して、まあ、くださって本当に頼もしくて仕方がないんですけども、寺澤さんはその流山市行政マンだった頃に何をモチベーションにしてこれだけこう新しい制度導入しなきゃって思ったのかっていうことと、これ言いにくいかもしれないですけど、何を思ってじゃあやめてこれを日本中に広げていくと思ったのか、そのあたり の, このモチベーションのコアをちょっと改めて今聞いておこうかなと思うんですけど、どうですか。
公務員の時は、まあ、こういう公共資産の利活用みたいなことをやってたんですけど、やる時に副市長がとにかく金くれないんですよ。やりたいことはやらせてくれるけど、とにかくまず自分で金も作ってこいと。なるほど。でそれだったら好きにやらせてやるという、もうというのとやっぱ怖かったので、圧倒的に。あ、結果を出さないときっと他のところに飛ばされるっていうのがあったので、辞めるときには、要は流れ山市でも、もちろんまだやんなきゃいけないことはいっぱいあったんですけど、うん、でもやっぱこう外の世界を見てしまうと、うん、全国でこういう、まあ、さっきの富山だとか常総市みたいに、うん、いろんな町でこういうことでできて、それがビジネスとして生きて食っていけるんだったら、こんなに楽しいことないかなと思ってですね。うん、で今むちゃくちゃ楽しいですよ。いやもうまさにこう人生を賭して公民連携のスキームをディベロップする立場にいるんだなっていうのを今ので分かったと思いますけど、はい、まあ、いつもですが今回も頼もしく思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、次にですね、ご登壇いただきますのは、シティライツ法律研究所弁護士の水野佑さんです。水野さんはクリエイティブコモンズだったり、アーツ&ローの活動で、まあ、法律家の立場から日本の芸術文化を支えていらっしゃいます。日本のクリエイターでおそらく知らない人はいないだろうという存在かと思います。そこから活動を広げていらっしゃいまして、今まちづくり分野の、ご相談もいろいろ受けられているということで、そんな分野のご経験や国の各種委員会の委員も務められていらっしゃるという意味では、公共のことも、よく知っていらっしゃいます。佐々木さんからですね、ご相談を受けた時に、行政側の法律や制度は分かるんだけれども、民法が分かる人を誰か研究会に誘いたいなというご相談がありまして、もうこの人しかいないだろうと思って私たちからお声掛けさせていただきました。もうルールは縛るものというよりは、ルールこそクリエイティビティをサポートするものだという、今回の研究会に必須のマインドをお持ちの稀有な法律家さんなのではないかと思っております。タスコさんには研究会の議論が煮詰まるとですね、いつも民間の立場、法律家の立場からこう全然異なる角度で視点を、新しい視点をいつもいただいて助かっております。それでは水野さん、よろしくお願いします。ご紹介を預かりました、水野と申します。まあ、普段の仕事はですね、まあ、別に街づくりとか、なんていうか不動産とか建築とかばかりやってるわけじゃなくて、スタートアップから大企業まで、かなり幅広い、かなり広いですね、幅広い分野の、まあ、事業を法的な観点からサポートする、弁護士をやっていますと。で、まあ、その一つの分野、注力している分野に、まあ、街づくりとかエリアマネジメントみたいなのとか、あとは PPP とかっていう呼ばれるような分野の仕事があって、まあ、そういう街づくり会社エリアマネの会社の、顧問弁護士をやったりとか、あるいは行政の側から、アドバイスを求められたりとか、ただそもそもその PPP のスキームをどう作っていくか、まあ、第三セクターにするのか、エリマネ会社にするのかとか、なんかいろんな、スキームの相談、構築とかから相談に乗ることもあれば、まあ、道路とか、何でしょう、公園とか、そういった公共空間の利活用のための法解釈とか、あとはもう今日のテーマでもある契約全般にいろいろアドバイスしたりとか、まあ、いろんな形で関わることがあります。で、この、研究会に参加したモチベーションっていうのは、まあ、自分が本でも書いたりしてるんですけれども、まあ、クリエイティブな事業の裏側にはこうクリエイティブな法解釈とか、あとは契約のスキームが存在するっていうふうに、まあ、普段から感じているところがあって、で、まあ、今まちづくりいろんな、今日いろんな話すでに出てきてますけれども、まあ、なんというかマスタープラン型のこう都市計画、建築の計画とかといったものではなくて、まあ、ボトムアップのというか、まあ、小さな都市計画とかなんていう言われ方をしてますけれども、まあ、そういう集積、そういう小さな都市計画の集積が必要な時代にあって、なんというか法律でやれることよりも、法律が定めていない、あるいは法律が決めていないところで、自由にいろいろルールを作っていける、契約がやれることっていうのが、
まあ、今まで以上に重要性を増してきているっていう感覚があったので、まあ、その一つの、なんていうか、なんていうか、契約の中でも一つのテーマである公共発注といったところに、まず取り掛かれる、まあ、そこに対する問題意識や、課題の何か抽出、それからその、解決の方法みたいなものを考えるいい機会なんじゃないかなと思って、参加させてもらっています。で、まあ、問題意識としてはもう今日すでに出てきてますけれども、随意契約とか、なんで入札しなきゃいけないんだっけとか、まあ、その随意契約もっと、いろんなロジックを考えられる、随意契約が認められるべき、認められたらいいなという、こう、なんていうか、ロジックをですね、まあ、いろいろこのメンバーで議論できたりとか、あとは、もう先ほど内からできている募集要項の、まあ、新しいデザインですね。で、さっき、佐々木さんや馬場さんからお話ありましたけど、公務員って、まあ、私いろんな、行政の側からも民間の側からもいろいろな形で見ることあるんですけれども、公務員ってどちらかというとやっぱり法律は得意なんだけど、契約が不得意なんですよね。で、まあ、それは佐々木さん問題意識という言い方をしてますけれども、やっぱり行政の人って、やっぱりなんかすでに定められているものに従うとか、新しく法律を作る、固いものを作るっていうのはすごく得意なんだけど、まあ、じゃあ、フリーハンドでここは書いていいよみたいなこととか、あとはなんか契約自由にデザインできるはずなのに、応募要項も右から左に移したりとか、まあ、なんかそういうことにどうしてもマインドが、なんか、まあ、それはなんていうか人の能力的な問題っていうよりは、社会構造とか官僚の仕組みっていうものが今までそうなってきちゃったからそうなってしまっていたんだと思うんだけれども、まあ、先ほど、ね、行政財産ではなく普通財産の話とか出てきましたけど、まあ、行政財産であれば、ね、公的なものとして、公の法律、公法、まあ、長寿司法とか、公法的なものが影響力大きいわけなんですけれども、普通財産化したときにはより民法とか私法、司法の影響が非常に大きくなっていて、で、なんていうか、より契約が大事になってきたりとか、まあ、そういう構造があるわけなんですけれども。まあ、なので、やっぱりこれからの PPP を考えたときに、契約というものが果たす役割って非常に大きいんじゃないかな。それにもかかわらず、まあ、その契約に対する知識やスキルっていうものが、まあ、なんていうか、あまり、なんていうか、この分野では、積み重なってないなというところで、何か、皆さんとディスカッションしながらいろんなことを考えていければいいなというふうに、まあ、今考えていっているというところですかね。で、まあ、この妄想研の メンバーの、やっぱり、まあ、非常にこう、現役感が議論していると、やばくてですね、うん。なんか私も毎回勉強して、勉強になるなと思って、参加していたらもう1年ぐらい経ってるんですか。やっぱり、議論をこれまで重ねてきて分かったことは、やっぱりこの分野まだまだ掘られてないところがたくさんあって、まあ、なんかまあ、なんていうか積み重なってきたこう仕組みはあるんだけれども、なんかその横にですね、全然掘られていない、なんか自由な領域というか余白というか、まだまだあるなというふうに感じていて、まあ、社会状況の変化もありますけれども、やっぱりこの、契約といったものが、この、PPP やまちづくりでできる、果たせる役割とか可能性っていうのはすごくあるんじゃないかなというふうに、感じていますので、皆さんも注目してもらえると嬉しいです。ありがとうございます。水野さんの存在は、まあ、日本にとって、特に日本のその、僕らみたいなちょっとその常識から少し逸脱したような何かをこう生み出そうとしているクリエイティブ分野の人間にとっては、なんていうかな、もう唯一無二の存在なんです。こういうこんなよくわからないことを果たして法律家弁護士さんに聞いていいのだろうか、一体誰に聞けばいいんだろうかってなると、現段階では水野さんの名前しかね、僕らの周りには出てこないんです。
でもそれぐらい、そうそう、いや、なんか思いつかないね。今回もどうしようってなった時にもう選択肢はなく水野さんみたいな感じになってて、それでなんで水野さんしかいないんだろうっていうことをまず聞きたいなというふうに思ってるのと、海外とかどうしてんだろうとか、いや水野さんしかいないってことはこの領域に弁護士さんが参加しても全くお金にならないのかなとか思ったりとか、いろいろ失敗しちゃったりもするんですけれども、僕は実はクリエイティブな契約書を作ろうとすればそれが本当に合法的であるかどうか の裏取りを行政マンも民間側もしたいはずなんだけど、それが、こうコンスタントにちゃんとできる体制が日本にないんじゃないかなというふうに思うことが多いんですよね。そのあたり水野さんとかこうどういうふうにこう思われ、その孤軍奮闘っぷりはこうどんな感じなのかをちょっと聞いとこうかなと思うんですが。ありがとうございます。もう過分な言葉をいただいちゃいました。いえいえ。でまずでも最初に申し上げたいのは、なんていうか僕だけだっていうのはなんかそうじゃなくて、まあ面白いロイヤーというか柔軟な発想をするロイヤーっていうのはもちろん私以外にもいますし、私以上に優秀な人もたくさんいると思います。で、まあ、ただそういう人がこう前に出てきていないとか、チャンネルがそういう人とこうネットワークがつながるこうチャンネルがないとすると、それはなんというかもったいないことだなというふうになんか今馬場さんの話を聞いて改めて思いました。なので、まあ、いろんなロイヤーを紹介できるんじゃないかなと思いますけれども、そうですね、得意分野に落ちて。で、2つ目の、なんでいない、なんていうか、じゃあなんでそうなのかって言ったときに、こう、なんですかね、不動産を専門にしてるロイヤーってむちゃくちゃたくさんいるんですよ。うん、そうですね。まあ、建築もそこそこいます。いますね、はい。でも、じゃあ PPP とか、じゃあリノベーションとかっていうと、ほとんどいなくなっているっていう、ないですね、はい、これはなかなか不思議な状態で、おっしゃるように一つ稼げないみたいなことがあるのかもしれないんですけど、まあでもなんか最近は稼げるようになってきたかなみたいな。ただそれがようやくなってきたのが最近で、やっぱりさっきの佐々木さんが整理してくれた構造かもしれないけど、リノベーションの時のその工事のところのボリュームが一気に狭まると、そこはなんかマネタイズしにくいみたいなところがあるのかもしれなくて、まあ今まではやっぱり規模が小さかったんでしょうね。ただ数も増えてきたり、まあいろんな形で、アドバイスを求められたり、契約を作っていく、新しい契約を、今まで前例のない契約を作っていくって時に、こう新しい形でロイヤーの活躍の場も広がっていくんじゃないかなというふうには、思っています。で、そうですね、孤軍奮闘ぶりは分かんないですけどね、どうなんですかね。なんかでもそこそこ仕事もあるし、面白いよこの仕事はとは思いますけれども、でも不思議なのは、なんか私本当にいろんな分野の仕事やってますけれども、なんかその、なんていうのかな、前例のない契約を作るとか、そういう現場の人たちとディスカッションしながら新しいスキームを作るのを一緒にサポートしていくっていう、このなんていうか手法というか付き合い方というかスタンスというか、まあ、これっていうのはなんか、この PPP や不動産のとかリノベーションのとか、なんかそういう分野に特化した話じゃなくて、なんかそこは一貫してるんですよね。なるほど。どの分野でも。もちろん、なんか特有の知識は必要ですけど、まあ、そこはなんか興味を持って自分なりに掘り下げていくと、いつの間に仕事になっているみたいな、まあ、そういう自分の興味ドリブンの仕事の仕方をするロイヤーがまだまだ少ないってことなのかもしれません。やっぱりすごくパッシブというか、究極の受託仕事なので弁護士って。ああ、そっか。なるほど。責める弁護士なんだ。なんかお答えになってないかもしれない。いやいや、ありがとうございます。ええ、いや、本当、制度とか契約手法、契約書っていうのは、実はもう巨大な社会資本のはずで、
それがどうあるかによって物事が動くのか硬直するのかが決まるのにもかかわらず、日本はそこに対して、フィーや投資がなされて、まあ、いないせいで、こういう硬直の状態を招いているような気がするから、ちゃんと物事がドリブンする契約書、クリエイティブな契約書制度みたいなものこそ実はすごい重要なだなと、まあ、本当やればやるほどそこにぶち当たるところがあって、で僕らもこう現場で、まあ、行政マンもそうだと思うけど不安なく走りたい、まあ、その時にその道路というかそれを走る道路ってまさに契約だったりすると思うので、そこにちゃんとなんだろうノウハウとか資本が投下されるような社会にならないとちょっとまだ辛いよなとか、そこが日本のこう立ち遅れのコミュニティの立ち遅れの大きい原因の一つなんじゃないかなっていうふうにも思うし、まあなんかも、うん、今回もなんかこれを機会によろしくお願いします。突破口を開くべく、よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは最後ですね、なりましたが、株式会社スピーク東京アル不動産ディレクターの林康美さんをご紹介したいと思います。東京アル不動産の母体と言ったらいいんですかね、東京アル不動産、このサイトをご覧になっている皆さんであればもうご存知でしょうか。15年ほど前に立ち上がった不動産ベンチャーで、当時まだリノベーションという単語すら普及してなかった時代に、まあ、ボロくても味があるような物件にスポットを当てて、キット法だったりとか築年数のみだった不動産の評価軸っていうのを世の中的に変えたとすら言えるような画期的な不動産仲介サイトの創業者でいらっしゃいます。ファーストキャリアは戦略コンサルタントの発信者ということで、現在は不動産の開発やツールボックスなどのリノベーション素材の物販のサイトなど幅広く事業を手掛けられていらっしゃいます。数年前に個人的に投資ルール券でしたっけというものを立ち上げられていたりだとか、現在はセミコロンという投資プロデュースを行う会社なども立ち上げられていらっしゃいまして、最近はパブリック分野にも精力的に取り組んでいらっしゃるのかなと思って拝見しております。研究会 の議論では本当にもうあっちこっちに話題がどちらかってしまうんですけれども、常に林さんの戦略コンサル のファシリテーション力でいつもカオスの議論の中から一筋の明かりが見えてくるという非常に貴重な存在で、ございます。それでは、林さんからコメントいただけますでしょうか。僕はこの今ご紹介いただいたように東京アル不動産の運営なんかをやりつつ、不動産再生の事業企画とか、地域の、まあ、計画みたいなことだとか、まあ、総じてこの街の風景とかシーンみたいなことをこう多様で面白くするための仕掛けなりプロジェクトなりということをやっていると、いうつもりでおります。それで僕自身は公共制度の専門家では、なくてですね、そういう意味では他のメンバーの人たちのように専門的な視点からの解説っていうのはあんまり正直、十分にできないんで、ここでは若干こうプロじゃない視点も持ちつつ、この研究会ではファシリテーション的なことをしている面が、まあ、強いかなと思っております。でなので、ちょっと今ここでは自分なりにですね、この分野この領域に、切り込んでいくっていうことがこうどういう意味を持つのかなっていう、その自分の目線みたいなことを若干お話をしますと、僕としては関心軸としては2つあるんですけど、まあ、1つはルールっていうものであり、もう1つは公共空間ってことなんですが、まあ、ちょっと固い話をするとですね、そのもうその都市の物理的な環境っていうのはもうなんていうのかな、デザインする主体っていうのがもう実質的にはいないと。デザイナーが とかプランナーとか都市計画家が絵を描けた時代では、まあ、もうないので、ルールがデザインしてるみたいなところがあると思うんですね。今はもちろんその街の建物とか空間っていうものをこう作っていく大きな主体っていうのはディベロッパーだったり、まあ、つまり民間なわけですよね。で、まあ、道路なんかたくさん作るわけでは もはやめないし、でディベロッパーっていうのはいわばまあルールに従い、そしてニーズに従って単純といったらあれですけど、まあ、そのルールとニーズをベースにオートマティックに床を増やしていくようなそういう力学が働いてるわけですね。なので、
もうその都市とか町のスケールで風景環境をデザインするっていう、そういう議論ってあんまり意味を持たなくなってきているというか、デザイナー的な意味でのデザインっていうのはあんまり議論しても、限界がもうあるので、そういう意味ではどんな新しいモデルを作るのかとか、それで一方でどんなルールをデザインするかっていう、まあそこだよねと、でそこにかかってくるよねっていう、まあまず認識があります。でその街のシーンがどうなっていくかっていうのは、もちろんマーケットっていうか人次第、時の流れ次第みたいなことが当然あるわけなんですけど、ただそれは結局基本的にはルール次第で展開していくものなんで、そこをどうデザインするかっていうことがある意味でアーバンデザインみたいになってくるし、街のいろんなシーンを規定していくっていう、まあ、そういう意味でですね、とても大事なことなんだけど、残念ながらクリエイターと呼ばれるような人たちがですね、そこに対して、そういうこうルールデザインをどう考えていくかっていうことについては、そこまでまだコミットしているとは言えない状況かなというところでですね、まあ、自分はクリエイターっていうのとはちょっと違うかもしれませんが、まあ、そういう目線から、考えてみたいっていう興味関心、が一つですね。でももう一つ、その公共空間っていうのはじゃあどういう意味なんだろうっていうことで言うと、まあ、やっぱ思うのは、今街のイメージとかっていうのがですね、建築で語ってもリアリティを持たないっていうか、まあ、これは昔それこそなんかヨーロッパルネッサンス時代とかだったら、街のイメージって建築で構成されてるみたいなところはあったと思うんですけど、今は特に日本の都市みたいなことで言うと、それはやっぱ結構店とパブリックスペースって感じじゃないという気がしてて、あそこの街はああいう店があるよねとか、商店街あるよねとかですね、おしゃれな何々があるっていいねとか、なんかそういう語り口になるわけですよね。であとは公園がいいねとか、そういう、つまりお店と公共空間っていうのはかなり街のイメージを規定してるっていう感覚があって、その上の建物がうんぬんっていうのはあんまり目に入ってないみたいな、極端に言うとそういうところがあってで、そうするとまあ、店っていうのもマーケットが動かしていくものなんで、そういう意味では社会的な意思みたいなものでこう動かしていけるので、残された領域は公共空間じゃん感じがあるんですよね。なのでそこを、創造的に考える、あるいはいい形で解いていくっていうよう作っていくっていうようなことの意味はすごく、街の在り方や、イメージや生き残り方とかそういうことを考えた時に、非常にこう意味のあるフォーカスなんだと思うんで、まあ、そういうその公共とルールっていう2つの方テーマというのかっていうのは基本的なところですごく何ていうのかな、個人的にも興味は強いし、社会的にというか意味が大きいなという認識です。でただやっぱりそこがですね、実はすごくいけてないことが多い領域であることも事実で、特にまああれですよね、選び方みたいなところですね、選び方を間違っちゃうっていうのはこれ致命的で、結局プレイヤーとかプロジェクトなり事業なりをやる人っていう人次第なので、クオリティってそこをどう選ぶかっていうところで街の未来なり街の風景が変わってしまうので、そこの最適化というか時代に合わせたアップデートをしなきゃいけないっていう、その大きな使命がですね、まあ、あるはずなので、そこをやろうじゃないかっていうことはですね、これは今まではまあ役人の方々と学者の方々が論じてきたことなんだと思うんですけど、我々がまあある意味半分草の根的な立場も含めてやるということにワクワクするじゃないかということで、関わらせてもらってやってみたらめちゃくちゃ面白いんで、そこからも、この続編を楽しみにしつつ乞うご期待という感じでございます。以上です。はい、ありがとうございました。もう、馬場さんは長い付き合いだと思いますけど、何、かコメントありますか？いや、そうね、ずっと民間をフィールドにしてきた林さんが、まあ、もう古い付き合いですけど、まあ、最近、公共、パブリックっていうことに興味を、まあ、持ち始め、そして、まあ、冒頭の、あと次の時代の都市デザインは、
そもそもルールのデザインなのではないかっていう仮説を立ててくれて、で僕も全くそこは共感するところです。で、まあ、これ最後の、コメンテーターだと思うんですけど、まあ、林さんは、まあ、世の中にて社会に対してどういうインパクトというかメッセージというかそういうものを持ちうるといいなと思って、これをこう仕掛けられているかっていうのを最後に聞いておきたいんですが、これまあまず手段でいうと二枚舌でいきたいというか、そうめちゃ専門的な部分で、うん、説得力を持ちうるロジックを、うん、ちゃんと固めるっていうことを裏でしこしこやりつつ、それをまあプロとかセミプロとか、うん、実際にあのことを動かす、まあ、行政の人とかとの間でマフィア的に共有しつつですね、まあ、一方で幅広くあのそういうことに関心がなんとなくある、うん、主婦の方も、うん、もちろんクリエイターと呼ばれる人たちで発信力ある人たちとかも、うん、幅広く伝えるために、うん、これが面白かったりとか、うん、ちょっとクールだったりとかですね、うん、そういうことを考えたりアイディア出したりするのって、うん、6年っていうですね、そういうやっぱり機運というか空気というか、うん、それを生み出すことがものすごくインパクトとかいう意味でも大事だし、うん、その空気が機運ができないと意思決定をが力を持たないので、うん、まあそういうふうなアプローチで二枚舌でやれればいいなという感覚を、うん、面白い。まあそうですね、あの発注っていう極めてマニアックな専門的なテーマだけど、まあ、ここはある不動産のプラットフォームだし、それをどれだけ分かりやすく面白くちゃんとこう解きほぐしていけるか、まあ、そのあたりが実は勝負になってくるかもしれませんね。それができると自動的にインパクトやメッセージもあるだろう、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで、以上5人のメンバー紹介でした。皆さんお疲れ様でした。まあ、多様なバックグラウンドの方々に関わってもらっているということが、まあ、お分かりいただけたのではないかと思います。もうこれだけでお腹いっぱいだよという感じもあるかと思いますが、まあ、これから始まります妄想研コラム、クリエイティブな発注を考えてみたが、まあ、よりお楽しみいただけるのではないでしょうか。こちらコラムとして発信しながら研究会もまだまだ実は並走して続いておりまして、なのでもし、まあ、コラムの中でお気づきの点だったりとか、うちの自治体でこんな風にやってるよっていう参考事例だったりとか、こんな話題も扱ってほしいみたいなご意見ご感想などなどありましたら、随時、このメンバーにこう、送られるようになってますので、どんどん、お送りいただければと思います。公共ある不動産のお問い合わせフォームから、ぜひお寄せください。馬場さん、最後のコメントと言いましたが、何か言い残したことなどありますか？いや、あの今回初めてのこういう遠隔での、まあ、ディスカッションというか、まあ、プレゼンテーション図なんですけれども、はい、このメンバー集めるのめちゃくちゃ大変だけど、これなら集まるっていうのはなんか一つ発見で、でも逆に一人一人の話がしっかり聞けて、そしてその人の問題意識、その人の、バックボーンみたいなものをトータルにこうしっかり感じることができたのは実は僕らも初めてだったりとかして、うん、あのこのコラムのスタートとしてはこれ実は良かったなっていうふうに思って、まあ、こういう情報の発信の仕方自体も今だからやれる新しい模索だなというふうに今思ってて、なんかもちろん文章でもいいけれども、時たま間々にこうやって皆さんに集まってもらってディスカッションしてもらうような、そういうタームを作ってもいいかもしれませんね。なんか今日はそれ自体もすごい発見でした。楽しみですね、うん、本当に。はい、まさにそうですね。結構新しい取り組みですし、なんかコラムが始まるからといって何か私たちの中でも結論めいたものがあるというよりは、まあ、私たちなりの、共有をしたいということなので、うん、なんかいろいろな意見があったらまたあのその時々でこういうふうな形で、ディスカッションをオンラインでやってみたりとか、発信を動画を使ってやっていったりとか工夫していきたいと思います。それでは妄想研の皆さん、そして、これを視聴してくださってる皆さん、長時間にわたりましたがどうもありがとうございました。これからのコラムをぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。